はい、こんにちは、バートマンです。今日はですね、初心者向けに、ピッキングのね、グリップをやっていきたいと思います。はい、グリップをね、やっていきたいと思います。というわけでですね、このピックのグリップってね、結構皆さん悩むし、僕はね、一番ちょっと、逆にこう、迷路に入ってしまうんじゃないかと思ってることも、一緒にお伝えしていきたいと思います。はい。もう、どんどんやっていきましょう。というわけで、僕のチャンネルはですね、様々なギターのことに関する、まあ、それこそエフェクターとか機材の話もそうですし、僕が何かにチャレンジしてみたっていうのもあるし、僕の、まあ、ミュージックライフをいろいろご披露しながら、もう本当にね、僕は約30年ぐらい、まあ、このプロ、家業をやっておりますけども、その中で、本当にもう、全然才能がないんで、この才能をなんとかね、自分の、こう、なんていうの、努力っていうか、その、いわゆる技術とか、考え方とかでね、埋めてきたわけですよ。それをね、動画という形に変換して、皆様にお届けしています。なので、皆さんの、お助けになったらいいなと思いますし、実際ね、本当に素晴らしいトッププロの皆さんと、共演してきて、その中でも実証してきてますんで、ある程度安心して聞いていただけるんじゃないかなと。思って動画を作っております。はい。もちろんいろんな考え方もありますし、国が変わればモラルも違いますからね。僕の全てが正しいってわけではないんですけども、お悩みの方には、参考になるんじゃないかなと思ってやっております。はい。というわけで、今日はそのグリップをやっていきたいんですけども、ピックって、ギター始めたばっかりの時って、好きなアーティストとか好きなミュージシャンがいて、そのミュージシャンの持ち方とかを真似するわけですよね。例えば、普通に持つと、こうですよね。こんな感じで持ちますよね。こうやね。だからね。あとは、こういう風に握ってる人もいますよね。はい、こういう風に握ってる人とかもいますし、こう握ってる人もいますね。はい。もうね、ほんと様々なんです。あ、これもいますね。中指で握ってっていう人、人差し指で支えてる。これちょっとね、わざと分かりやすいように、大きな、ケイリックスさんのですね、今、ナイロンピックを持っていますが、そんな風に、いろいろいます。それで、アーティストによっても持ち方が全然違います。で、一応、ここを注意してほしいというところを話しておきたいんですけども、皆さんこれからギターってずっと続けていくと思います。なぜかというと、ギターって、うまく、どんどんやればやるほど上手くなるし、どんどん分かってくるし、これでもしね、仲間なんかができ始めると、バンドメンバーとか、ギター仲間とかができ始めると、さらに加速して面白くなっていきます。その中で、必ず、いろんなことを知っていくんですよ。それこそですね、ここ勘違いしてほしくないんですけども、実際ね、この僕のチャンネルは、僕の年齢の前後がやっぱり多いんです。30代から、50代ぐらいまでが多いんですけど、一番多いんですけども、昔は、これだけやってる人っていうのがかっこよかったし、例えば、ロックとか、このジャンル、いわゆるテキサストーンとかね、そういうのとかが、一番かっこよかったから、それだけやってる人っていうのが、憧れでもあったんですけど、今は、本当に演奏方法っていうのは多様化しました。わかります?クラシックピアノでもこれしかないとかっていうのはないんですよ。もうね、いろんな、ピアノの奏法があってまたハイテクニックになっていきますよね。これからギターもどんどんハイテクニックになっていきます。まだね、エレキギターの音楽という世界がまだ始まったばっかりなんですよね。まだ本当に60年しか経ってないので、これからどんどん、爆進していくジャンルではあるんです。なので、進化していきますから、進化についていきましょう。ってことは、今後、今自分が見たことない、奏法もどんどん増えてくるんです。だから、そこについていこうとする。逆に言うと、それを求められることも増えるってことですね。それを考えると、あまり、僕の好きなアイドルがこうだったからこうって持っちゃうとできないことがあるんですよ。もうね、そうやって持った瞬間にできなくなってしまうってことがある。なので、平均値をとって、ちゃんとこう持った方が全部一応クリアできるよねってことを考えていきましょうということをやりたいわけですね。はい。じゃあ、今、パッと想像できるだけのことをやりますね。例えば、チキンピッキングっていうのがあります。はい。中指をね、ピックと、ね、このピックと、この中指をこう動かすやつですね。これをピッキングでこうすると、
なかなかこうスピード感もないし、アタックがこうパチンとこう弾く感じがないので、ニュアンスが出ませんよね。そういうまあチキンピッキングがあるでしょ。あとハイブリッドピッキングって、これをあのピックを親指、まあスリーフィンガーというのがありまして、こうやってね、スリーフィンガーというのがありまして、はい、これをですね、ピックを持ってこのスリーフィンガーでやろうと。これとこれとこれでね。はい。それで、例えば、弦飛びフレーズっていうのもありますね。あの弦も離れていますのでね、これをなんていうの、こうガチガチにこう手首を固めてしまうと。結構こう振らなきゃいけないですよね。指先で、指先も使ってやれば。はい、結構楽にできますよね。はい、とか、あとオクターブね。オクターブ奏法もですね、ピックを使って、ガチャガチャと。と、弾いていいんだったらいいんですけども、こうやってパンチがあるこう、押し出しのある感じだったらいいんですけども、もっと繊細に、はい、こうやって繊細に弾かなければならないよね。この二つの指だけで、このピックと中指だけで、つまむようにとか。まあもちろんね、あのピックをなしにして、指だけでね。とか、まあもちろんスイープもですね。スイープも、もう斜めに当てる。フラットに当てる。逆アングルで、こう、ピックがこうなった黒人タイプのね。どのピッキングで当てても、できるようにしようと思うと、中指とか薬指の解放はもう絶対ですよね。ね、今まで話してたように。なので、後々できなくなったり、苦しむんだったら、最初から、普通にこういう風に持ってた方がいいような気がします。はい。これ僕の、普通の持ち方です。別に誰の真似もしてないし、なんか雑誌で書いてあったような感じの持ち方ですよね。はい。で、ギュッともしません。なんでかって言うと、こうやってギュッとすると手首を、ブラブラしようとしてみてください。ブラブラできませんよね。ね。はい。力、親指とその人差し指のプレッシャー抜いてみてください。はい、ブラブラしますよね。はい。これができないと、今さっきのような指先でとか、あとは、こう、スイープでなだらかにとかっていうのってできなくなるんですよ。で、角度は、指先のその持ってる場所を変えるだけ、斜めに当てる、フラットに当てる、逆アングルに当てる、こう、親指がこう、反り返る感じというか、そういう意味じゃないんだけどね。本当は人差し指のがこっちに来るから逆アングルになるんだけど。はい、そういうわけでですね、このグリップをですね、ちょっと特殊なものにすると、できない、奏法が出てきますよということで、知っといていただけると、多分便利なんじゃないかなと思います。はい、というわけで、今日はピックの、ね、グリップのことについて詳しくやってみました。これピックの材質とかもそれもはあるんですけども、過去の、動画でやってますんで、そちらで、ぜひ見ていただきたいなと思います。今日はもうこのおにぎりがいいという意味でもないですよ。どんなピックを持っててもいいんです。あなたが持ってる使ってるやつを、も使っていいんですけども、この持ち方によって、これね、特殊な持ち方をすることによって、可能性がなくなりますというようなお話でございました。はい、というわけでこの動画が、皆さんにとって、有益でありました、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは動画ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。